ポール・ウジェーヌ・メプレスは、フランスのベルエポックの時代の画家である、モンマルトルで活動し、ダンサーの画家と称された。卓越した音楽家でもあった。作品に、英電話と署名することもあった。パリのノナンディエール通りに生まれた。不仏戦争では、砲兵の連帯などに属した。1870年代は、ジャン・レオン・ジェロームの私的な弟子をした後、エイリ新聞。 レモンド・エラストレーなどの出版物にカリカチュアを描いた。ブスパール・イエヌを、ブスパール・イエヌバス観察力と正確な描写力は、パリ自然史博物館の学者たちに注目された自然標本の作図家として雇われ、植物学者。ガストン・ボニエの図鑑、草原と森林の植物に873点の図版を描いたのをはじめ、多くの博物画を描いた。 歌劇の踊り手や舞台衣装に強い関心を持ち、1880年代に版画集を出した。木版画、リトグラフの両方に優れた技術を示し、版画家のアンディオラと共同で版画集を出版した。フランス版画家協会の副会長を務めた。1880年にサロンドパリに出展し、1881年からフランス芸術家協会展。 1884年からアンデパンダンテンに出展した。1886年から1890年の間、舞台衣装の月刊書籍、レコスチューム英雄テアトルの創刊者の一人となり、この雑誌は54巻が出版され、アルフォンスミューシャのイラストレーションも掲載された。実際の舞台衣装のデザインにも参加した。1896年にレジオンドヌール勲章を、 受訓した、ありがとうございます。